今回は偏差値が72を超えるような頭が良い人に関する多分役に立たない雑学をまとめてみたよ。頭が良い人はほとんどの人と思考スピードや思考の深さが異なるので話が合わなくなる。頭が良い人は一般の人がよく起こす間違いやうっかりを理解できない。頭が良い人は一般の人が悩む、わからない、理解できないということを理解できない。頭が良い人は常に周りの知能レベルに合わせないといけないので、普通の人よりも精神的な疲れが出やすくなる。頭が良い人の会話は2手先、3手先の論点を話すので、一般人からすると話が飛んでいるように感じる。頭が良い人同士の会話は普通の人が全く理解できない速度で進んでいく。ということで、今回は頭が良い人の雑学をまとめてみたよ。なるほどなと思ってくれた人はいいね、チャンネル登録よろしくなのだ。ではまたね。